賃上げ企業への優遇税制については、大企業・中小企業ともに取り組みに応じて段階的に控除率を引き上げる方向で最終調整しています。大企業や中堅企業は、継続して雇用している従業員のボーナスなど一時金を含めた給与の総額を前の年度から4%以上増やした場合、控除率を25%とし、 さらに、従業員の教育訓練費を20%以上増やした場合は最大30%を控除する方向です。中小企業については、給与の総額を2.5%以上増やした場合、控除率を30%に、教育訓練費を10%以上増やした場合は最大40%が控除される方向です。また、研究開発を進める大企業に、 優遇税制を適用する条件として継続して雇用している従業員の給与の総額を前の年度に比べて1%以上増やすことを新たに加えることが FNN の取材で分かりましたいずれも今週まとまる税制改正大綱に盛り込まれる方向です